どうしよう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 、回復すると思ったから。あ、私も朝回復、回復に1票、雨上がりに。難しい、どっちの方がよく入ってるんだろう。確かになんとなく第一印象では雨上がり怪しいかなって思ったんですけど、なんか回復の方がよく見るような気がするんですよね、このランキングで。どっちの方が使いやすいかな。回復しました、雨上がりです。雨上がりの朝、どっちの方が使いやすいだろう。なんか回復の方がよく入っているイメージあるんだよな。でもなんとなく第一印象では雨上がり怪しいって思っちゃったんですよね。回復、わーどうしよう、回復入りがち、回復よく見るよね。どうやって絞ろう。もうこっちじゃないかっていう方、回復に1票、回復の方がちょっと多いかな。回復の方が多そう。あー、わかんないな。もうまあでもこの難問で間違えるんだったら、この連勝ストップももう本望だな。全部自分を信じて、いやもうどっちも同じだよ。だって雨上がりで回復、天気回復で同じ方向性だからね。もうこれは本当運ですね、うん、どちらにしようかなで選んでいいかなっていうふうに思います。もう靴でも投げて選んでいいくらい、どっちでも同じ方向性ですからね。うん、靴でも投げましょうかね、じゃあね、うん、じゃあ靴を投げて、あの靴が上を普通に上向いたら、雨上がり、倒れたら回復。では回復です。では第5位は回復、答え見ていきましょう。これでした。雨上がりちょっと怪しいなって思ったんですけど、まあでもこれちょっと難しい問題なので、もうこれで間違えるんだったらもう悔いはありません。まあ皆さんね、雨が上がったことを喜ばれているということですね。何やってんだって。いや、それくらいちょっとね、絶妙なキーワードすぎて、もうどっちが来てもおかしくないなと。シュールな音だった。結構ヒールをなんかね、私ペタンコの靴履いてると、この立ちの時にやはりなんか背低いねってすごい書かれるんですよ。なのでね、足元映んなくても高いヒールを履いているので、結構重たいドンって落としましたね。今日こんなランキングになりました。